がチカチカするよ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー！え？今誰か呼んだ？あれって、え？ボース？嘘！ボースだよね！よかった、助かった、知ってる人に会えた。どうしようかと思ったよ。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ。まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。でもよかった、あんまり変わってないみたいで。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。年相応に少しは落ち着いたらどうなんだ。あはは、憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ところでボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いやだって、ずいぶん背が伸びたね。それに声も全然違うじゃん。なんだか男の子って感じになってる。こいつこっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。もう俺とほとんど変わらん。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からなかったよ。ひどいなあ。もう逆にライザは一目で分かったけどね。ああ、特におのぼり特有の動きをしてたからな。都会っぽくないからよく目立つ。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのおかげでこうして割と簡単に会えたんだから。うん、まあね。危うく迷子になりそうだったけど、いきなり心が折れかけたよ。いや、それにしてもここがオートなんだね。大きすぎて上ばかり見てたよ。高い建物が多いからな、見慣れればそんなこともなくなる。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに街を案内するよ。どうかな。そうだな、今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多く出ている。さっきからずっと気になってたんだ。ちょっと露店見てきていい？後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるからな。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区はだいたいここから行けるようになってるよ。そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここが一番賑やかな場所かな。他の地区も軽く巡ってみるか。迷子になられても困るからな。またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いておくことにするよ。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみようか。